はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルウェブ主のフィヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回使っていく武器はこちら、よいこらせクラッシュブラスターです。スプラッシュボムとウルトラショットを持った感じなんですけれども、まあやっぱりね、このブラスター種の中での最速となるくらいの連射力、まあその代わりね、爆風のダメージは一発30くらいなので、まあ四角となります。まあその分はね、この連射力と、あとはまあ直撃さえやれば 2発で落とせますし、まあそこら辺ですね。今回はそれを使って、やっぱりね、矢倉でやっていきたいと思います。強いっすよね、ブラスター種の矢倉は。ちなみに今回ちょっと試験的に画質をいじっておりますので、まあちょっと見にくかったり見やすくなっていたりどっちかわからないですけれども、画質自体はちょっとだけ下がってます。はい上げるんじゃなくてね、なんか録画の環境的に録画ミスが多発してたので、さちょっとだけ画質をいじって、それで録画ミスの頻度がどうなるかっていうのを見てますので、まあもし発生しにくくなって画質も大きく変わらないのであれば、まあそのまんまでいきたいなっていうふうに考えてます。ってことでいきましょう。遠距離系の武器が少ないといいな。さあということで、お相手さんはゴツガロンのスプラローラー若葉シューターのホットブラスターですね。あれホットですね。いまいちホットとロングの違いが分かんないんですよね。合ってる？ホットでロング、あれうわー、あー降りちゃった、くそー、うえー強い、これできるの強いよな楽しい、ほんともうなんか暴力だよな。ウルトラショット、そして輝くウルトラショット、あーあーやっぱローラーは強いね。ああいうやり方されるってやっぱりブラスター系は太刀打ちしようがない。まあある意味クラブラーが一番そういうもので太刀打ちしやすい系の武器ではある。わーい、バリアまで張られましたか。そうですね、フラブラのやばいところはこれ、暴力だよなこれ、あくそ、ここボム転がして、ここよし、とりあえず関門のところで突破させなかったのは大きいですね。あーやっぱブラスターってやばいな。今の動き見てたら3人キルしてたのを見るとまさにですよね。うっ、何でやられた、ロンブラか、当たっ、直撃したっぽいですね今のダメージ的に。ロンブラは確定一発だよね、直撃。さーてと、あーあ、どこ、ケアグラ、あーそこかい、後ろ、なんで後ろにいんの、あっ、プス、まあしょうがない、キルの方優先したし、あー奪われたり、そのまま奪っていきたいところですけれどもね、ローラーさんが頑張ってくれるのと、あとはラクトの人がどれだけこの場合はもう丸見様になっていいからやってくれるかっていう気もしますね。塗りはちょっとまあでポイッと、オッケー、ボムコロは強いよ、やっぱりねスプラッシュボムの強みです。その代わりまあデスしちゃダメなんですよね、こういう場面。
ウルショで綺麗に片付けていきたいところを。よいしょよいしょ、あっほっ、くそーにゃー、くそ足元、やっぱブラスターはこういう時は一足乗っけとくのも良さそうですね。おいおい、何やってんだおい、ここから先は通行止めじゃぞ。はい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 、うわ強いさすがだ、みんながクラブラ使いたくなる気持ちがよくわかりますよね。よいしょよいしょ、やったまあ何かに当たっても、やば、うわーロンブラン、まあやっぱブラスだけが暴れるんだよな、こういう場所は。クラブラそりゃ強いわな。えいっす、何が起こってる、ゴツか、今どこからどうなったか分かんなかったけど、クラブラが強い理由がよく分かりますよね。よーロンブラ、あーコツ、あっバカバシュート、いやー負けましたけど相当こっちキルしましたけどね。まあ結局負けたらそのキル数もへえすごいじゃんで終わるんですけどなんキルしたんですかね、僕自身もちょっと気になりますよ。ヤグラの22キルそんなキルしてました、すごいですね。僕クラブラ自体持ったの今日初めてですけど、今日っていうかもう今の段階が初めてのクラブラですけどね。まあ使いやすいですね、初心者武器では絶対ありますね、このクラッシュブラスター。雑に狙って当たりますし、あの辺りに敵いる、バンバンバンで敵やれちゃうので、まあ雑に強い。雑に強いし楽しいですね。わー、あの辺りに敵がいる、わー、バン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 、わ、攻撃食らって、攻撃されてる、わー、逃げながらバンバンバンでいけるっていう。距離詰めて撃てばいいだけなのでね。あとはまあボムもスプラッシュボムですし、癖少ないで、スペシャルもウルトラショット、まあ、癖自体は山なりに飛んでったりでありますけど、クラブラの射程をカバーできてる、バランスいいですね。さあということで、お相手さんがN ザップのヒーローシューターで、ヒーローシュータースプラッシューター、なるほど、長射程はトライストリンガーですかね。できればトライストリンガーを落としてからヤグラ乗っていきたいところですね、じゃないと即落とされますよね、あれよっ、ほほ、やったストリンガーさんは、よいしょ、あーあの辺りですね、よっストリンガー、オッケーやった、落としましたね、おーいワイプアウト、ナイス、じゃあスペシャル貯めていきましょう。ボムボムコロコロボムコロボムコロ、ストリンガーはね雑にヤグラにあれ刺せばいいだけなので、うまく使えば強いんですよね。よっ、どう、ほいほい、ストリンガー、よいしょ、オッケー、まあまあ勘も
もうちょいやりたかったですけどね。乗ってくれる人いないですか。とりあえず関門さえ突破できれば結構安定できるんですよ。突破ナイス。よいこらショッコラス。あー、バレましたね今。ブラブラはね、位置バレます。バレやすい武器ではありますし。ああ待って待って待って。それはそれはまずいでございやす。やばいやばい、死んじゃ死んじゃ。ああ今、矢倉の側面に刺された、ストリンガーのボトルでやられた。なんつう器用な死に方したんだ。あーっと、矢倉に人が乗っ取りますね。これがやばいところ。4発目が当たってないですね。うまい逃げ方されましたね。さて、かといって敵のことを褒めたたえるのはね、そこそこにしておかないと。よし、よっこいしょ。あ、射程が足りてない、射程が足りてない。よっこいしょっと。オッケー、ボムコロいるじゃん。ボムコロ、ああっすい、はい、ボムコロいけた。あーずね、射程自体はあれなのでね、逃げれるときは逃げておきましょう。相打ちだろうが、そこは止めておければ。ヒーローシューター?あの位置からやられるぐらいまで届くんですね。まあ、こっちの方がリス近いので、カウントがギリギリな分、ちょっとまあ、ギリギリを狙うっていう表現もあれですけど、相打ち上等でも止めに行きましょう。その代わり、相打ち上等で止められれば OK ですっていう感じ。矢倉の上に乗らない方が強いな、やっぱり。おっとおっと、待て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 、ギリッギリそこ止めてくれてあざます。よいしょ、オッケー、ナイスタイミング。やっぱそこら辺スプラッシュボムはタイミング測りやすい分楽しい、楽しいです、楽しいじゃない、タイミングが測りやすいっていう話です。デストラクション、オッケー。ああ、テキスタンすごいことになってる。バイパウトナイス。よくあのタイミングで防げたな。うーん、裏から回りたいものですけどね。あと一発、あそこの部分を倒せてないのは残念ですけど、この位置まで持っていけてるならば、あとは、なんとかなるんじゃないかな。油断はしないでおきましょう。スプラッシュボーム、スプラッシュボーム。オッケー。矢倉から目離しましたね、多分。降りたな。いやー、多分、敵の姿が見えたから。やばい、味方戦のピンチだ、攻撃に加われっていう流れで降りたっぽいですね。どちらにせよ勝ちです。イエーイ、クラブラ強っ。まあ本当なんか雑に強い。その代わりまあ爆風だけでやったらスピード自体は速いですけれども、4発必要になるっていうところだけはやっぱり重要なので覚えておくべきですね。この1,2,3,4、この前にやられるとまずいっていう、なるべくやっぱ直撃を狙うようなムーブをするか、それかもうなんかボムとかでちょっとダメージを与えておくかとか、まあ他の射程の外からやるっていうのは多分難しい武器なので、やられる前にやる、それを意識する感じですね。
さあこちら側の編成は前回と変わらずラクトオーバーフロッシャーとラクトオーバーフロッシャークラブラの寿司、敵さんが N ザップゴツガロン若葉シューターのリッター、リッターさんがね、どれだけこちら側の攻撃を阻害してくるかっていう感じですね。遮蔽物を意識しましょう。めちゃくちゃ侵入するじゃん、初手から来るね。とりあえずリッターさんを落とさない限りはこちらは行動がしづらい感じになりますね。ボムコローボムコロー、ほいほいほい、オッケー。 N ザップまあ落とせたのはいいでしょう。エナドリをね設置されてない感じなので、エナドリはやっぱりねスペシャルの中では厄介な部類ですからね。お、なんかに当たった。よっこい。こっち。今のは？リッター？嘘。リッターに今やられた。どちらかといえば近くいた多分ゴツっぽいゴツか N ザップかそれぐらいの人かと思ったら、あんな位置から。乱戦に乗じてやっぱりこんな感じでキルされちゃうんですね。あとな、生存してんな、やっぱりあのリッターさん。山なり翔、山なり翔、近づいてきたの分かってても N ザップさんはやっぱりこう改めて見ると N ザップキル能力高いですよね。こう塗りの分とかを考えても、あー無難、完全に狙われてますね。あの位置から来るだろどうせみたいな、そういうやり方されてるので、いやむしろまあそれでタゲ取っていきましょうか。でお前さんはくそー、直撃取らないとやっぱ倒せないのが、フラフラは正面から撃っちゃうっていうのはそこまで得意じゃないっていうのがよくわかるやつですね。あとここはなんかダブルキルした待って、今ホップソナーどこに設置してあった。まあいいや、とりあえず最後の一発だっぽかったですね。よっ、さすがに侵入はさせたくないよと。オッケー、フラフラはやっぱこういうとこ雑に強いね。どれ、そう、あーくそ、ゴツのバリアか。え、リッターやっぱすごいな、結構ここ遮蔽物多くて打ち抜くの難しいと思うんですけどね。エナドリが立ってる、墓標ですかね。でもまあエナドリの効果があるってことはその分っていうのもありますからね。よいしょ、変なコクトコ設置しましたね。おい、くそ、あー、ワイプアウト。この N ザップの人攻めてきますね。あんまりこんな敵陣深くまで入るの珍しいと思うんですけど、ここ絶対狙われますから、雑にやっぱ強い。いるのかよ、あぶねえ、なんかすごい声出たけど、あーメガホンレーザーでやられてしまったっすね。なんでここ来んの、矢倉から飛び乗ってきた。キルうまいなこの N ザップの人。のところで矢倉の防衛に強いのはブラスターの僕なんでね、むしろ矢倉止める役目が僕なんですよね。なので、まあ、その点ちょっと、ほい、ホップソナーがあそこにあるってことはこの奥にいるんじゃないんですかっていう話なんですよね。うん、イカロール使ってますね、うまいな。イ
カロールをうまく使ってる人は見てて賞賛に値しますよね。お、やった、やばいやばいやばい、ヤグラを防衛、防衛されてたまるか。あー、まあそこバリアでやられましたね。次一回やって終わりといたしましょうか。まあ一回勝ててるのでね、ちょっと気分的には楽。その代わりまあ2回勝たないとね、 S 帯だと終始マイナスなんですよね。リッターの人うまかったですね。ちょっと何キルか見たい。バトルナンバーワン、あーまあバトルナンバーワンですか。なんかちょっと煽られてる感じしますけどね。バカすか死んだ記憶ありますしね。さあリッターの人、あ6キル、あやっぱり一番暴れていたのは N ザップの人ですね。キル武器であるゴツガロンよりキルしてるのはすごいな。まあこういうのは基本的にどの武器をやるっていうよりか、まあ別にキル能力低い武器ではないですから、立ち回りの問題ですね。ゴツガロンでもバリアを軸に堅実に本当にもうヤグラを進めることだけに注力してた可能性もありますしね。クラブラが強い。てかここで届くんですね。意外と爆発の判定広いもんですね。バーンバーンと、これが理想ムーブだよな。近づいて直撃を素早く2回バーンバーンって当てるっていう。かっこいいし強い。そして敵からしたら嘘でしょってなる。待って、お相手さんまた同じ人いるでしょこれ。なんか見たような名前の人ばっかりなんだよな。 N ザップがに、さあお相手さんが N ザップ、スクリュースロッシャー、そしてゴツガロン。まあゴツに関してはこちら側があれですか、クラッシュブラスター、若葉シューター、スプラシューターのキャンピングシェルター。珍しい、キャンプつうかもうテントですけど、よいしょ、お、ナイス。吸引機で珍しいですね。やっぱり堅実な立ち回りするキャンプってまた珍しい気もするな。よいしょ、ヒールしていきたい。側面塗りましょう。イエーイ。うわー、へいへい。スクスロがいるからやっぱそこら辺厳しいですね。逃げましょう。これ来るよ。塗られてないこの場所きついな。やばい、みんなやられてる。でも敵も敵でスクスロだけになってる。よい、ほら、セット。あっ、くっそ、インクなかった。そうですか。ナイス玉、やっぱりね、強制カウントストップなんで、あれやられるとね、どんな状況でも必ずカウント止める能力を持ってるのでね。来ないで。とりあえず見逃してもらう。なんか別の来た。ゴツか。やばい。人乗ってる数多いな。あれ明らかにヤグラの進み早いっすよ。オッケイトウトウタウ。ゴツとやっぱ正面で打ち、あーナイス。すごいいい場所にスプラッシュボムを置いてましたね。お味方さんスプラッシュボム持ちだから、若葉の人か。やべ、発揮されたな。お相手さんからしてもこの位置にいるのはね、基本的に予定調和なんですよね。いるよねみたいな、うん、いるそういう感じになるので、
攻められるとキャンプはちょっと弱いか。周りが塗られすぎてて近寄れないんですよね。そこがちょっとやばいところ。よし、塗り、ちょっと若葉あたりが近く塗ってくれないと厳しいな。下は、いやむしろ得意じゃん。よし、よっ。あー、くそ、レンズアップ滑らかに来たな。これぞ滑らかな動きみたいな CM でありそうな滑らか。いやー、なんかエナドリを飲んでる時のイカの動きほんとなんかぬるーっとしますよね。ラグの影響とかまあありそうですけど、なんかぬるーっと。やばい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 。スクスロ、いやまあスクスロこの位置得意ですよね。そりゃカウントリードされてる状況なんでね。いやー、いやー、近寄られるとほんとブラスター系はまずい。ちなみにまあ知っている方もていうかまあ基本的な知識ですけど、矢倉って乗ってる人が多いほどカウント動くの早いですからね。まあ常識的なものですけどさ。ああ、なんかやったやった。せーの、山なりショット、山なりショット。やばい、防げないですね。あれやっぱり厳しいですね。ナイス玉。スクスロ4人でやったら強いんじゃねっていう、そういう錯覚に陥る。まあ実際強いと思いますけど。お、ちょっと1人ポーズ違いますけど全員腕上げてますね。さ、ということで毎回バトル1位はついてますけど、負けは負けです。106。50ポイントくらいのマイナス。まあでも、700まだあるんでね。余裕自体はまだあります。ということで、今回ここまでといたしましょうか。ここまでのご視聴ありがとうございました。初めてクラッシュブラスター武器としてね、握った感じですけれども、使いやすいですね。まあ、射程が短いっていうのは、まあ、ありますけど、逆に言うと、近づいて敵を確実にね、こう、視界に入れられるっていうのもありますので、まあ、攻撃の範囲もわかりやすいですし、攻めっ気強いのもそうですし、まあ、やっぱりエイムが必要あんまりないっていうのがね、この位置でも当たりますしね、ここら辺でも当たるので、なので、まあ、キルを取りたいし、しかも、エイムも必要ないっていうのはあって、まあ、使ってると気持ちよくなる類の武器なんじゃないかな。初心者におすすめですね。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。